皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は新宇宙探査技術実証機のデスティニープラスについて解説します。言っとくけど、ディズニープラスじゃないからね。宇宙キモータのくせにディズニープラスとか知ってんのな。ディズニーならよく知ってるよ、スペースマウンテンとかあるもんね。作品とかキャラじゃなくてテーマパークの方かよ。スペースマウンテンはアメリカ初の宇宙飛行士グループであるマーキュリー7の一人。ゴードン・クーパーがコンサルタントとして開発に加わってたからね。なんだ、宇宙に関係してるから知ってるのか。ディズニーはアポロ11号のライブ中継もしてたし、イベントでバズ・オルドリンやニール・アームストロングなどを招待してるしね。全く関係ないことないわ。それなら行ったこともあるんだろ、楽しかったか。行ったことないわ。え、宇宙と関係してるのになんで行かないんだ。ぼっちでディズニーは難易度が高すぎて私のレベルでは攻略できないわ。さすがのぼっちマスターレイムでもディズニーは厳しいか。だったら一緒に行ってやろうか。本当にさすが魔女界の思いやり番長ね。それ褒めてんのか。じゃあ早速明日行こうね。入場ゲートで待ってるから。いや、中で待ってるから金払って入ってこいよ。ついでにチケット代を奢ってもらおうと思ったのに。今なんて言った？もう一度言ってみろよ。期待には応えられないわ。さて、新宇宙探査技術実証機のデスティニープラスは JAXA の宇宙科学研究所が開発している小型探査機で、小惑星ファイトンの探査のほか宇宙地理の観測などのために計画されているわ。ということはまだ開発中か。そうね、2024年の打ち上げを予定しているわ。あと3年後か、もうちょっとかかるな。もともとはデスティニーという名前で、デモンストレーション&エクスペリメントオブスペーステクノロジー4インタープラネタリーボヤージを略したものだったわ。それってどういう意味なんだ。惑星観光会のための宇宙技術の実証という意味で、ハヤブサのように地球重力圏を脱出して太陽系惑星などを探査する技術を実証するために計画されたわ。それってハヤブサとかでやってるのになんで今更そんなことをやるんだ。ハヤブサの時はミューファイブロケットっていう固体燃料ロケットとしては世界最大級の性能を持ったロケットがあったから、ロケットのパワーだけで地球重力圏を脱出して地球の公転軌道に似た軌道を進み、およそ1年後に地球スイング倍で速度を上げて小惑星イトカワへ向かうことができたんだけど、今はミューファイブロケットより打ち上げ性能が低くコストも安いイプシロンロケットになったから、イプシロンロケットでも地球重力圏を脱出できる技術を実証するために計画されたわ。イプシロンロケットってそんなに性能が低くなったのか。ミューファイブロケットはハヤブサの質量である510kg が目いっぱいだったけど、イプシロンロケットの場合は 150kg から 200kg くらいが限界とされているね。結構下がってしまったな。 200kg 以下という制限で探査機を作るのはかなり難しいんだけど、あることをすれば 400kg 程度まで可能になるわ。あることってなんだ。イオンエンジンを搭載することと月を利用することよ。どういうことだ。イプシロンロケットのパワーで近地点 230kg、 遠地点 37000kg もしくは 40000kg の楕円軌道に乗せて、その後2年かけてイオンエンジンを孵化して徐々に高度を上げていき、遠地点高度が月の公転軌道に達すると月スイング倍で加速して地球重力圏を脱出って感じね。そんなのイオンエンジンでできるのか。はやぶさ解説でイオンエンジンは非力だからとかって言ってなかったか。そうね、よく使われるスラスターの1000分の1程度のパワーしかないから、所定の速度を出すのに時間がかかるんだけど、燃費が優れているのと寿命が数万時間と長いから、時間をかけて加速していけばスラスターよりも効率よく必要な速度が出せるわ。燃費が良くて長寿命なのは分かったけど、時間をかけすぎたらいろんな機器が劣化してしまわないか。その通りよ。だからデスティニーに搭載されるイオンエンジンにはある特徴があるわ。どんな特徴なんだ。簡単に解説すると、デスティニーに搭載されるイオンエンジンはハヤブサ2に搭載されたミューテンと同じものなんだけど、違う点はハヤブサ2が同時に稼働できるのが3機までだったのに対して、デスティニーは同時に4機稼働できるわ。じゃあその1機分だけパワーがあるのか。そうね、1機あたり10ミリニュートンという推力は変わらないから合計40ミリニュートンだね。まあ1機増えただけかって思うところもあるけどな。そう思うのはまだ早いわ。4機中4機を使うわけだから、故障で1機を失うことだってあるかもしれないわ。まあそうだな。そうなると推力の 25% を失うわけだから、それを補うために
デスティニーのイオンエンジンは1機あたりの推力を 1.2 倍にして3気砲計 36mN にできる機能を持ってるわ。そんな出力 120% みたいなことができるのか？そうよ、宇宙戦艦ヤマトみたいにエネルギー充填 120% ができるわ。と言いたいところだけど、実際はちょっと事情が違ってね。イオンエンジンの開発と改良はずっと続けられていて、ハヤブサの時は1機あたりの推力が 8mN で、ハヤブサ2の時は 10mN にすることができ、そこからさらに改良して 12mN にすることができたわ。もともとそのパワーが出せるのか。じゃあなんで4機で全力運転をしないんだ？その方がもっと早く加速できるだろ？故障に備えているのよ。ハヤブサシリーズは発電が追いつかないのと放熱の問題などで3機同時運転だったから、残った1機及びとして温存という運用方法で、デスティニーは月まで高度を上げるために大きく加速をしないといけないから4機同時稼働させるわけだけど、その場合故障した時の予備がないんだよね。まあ確かにな。だから4機の時は推力を抑えることで劣化が進むのを遅らせ、万が一どこか故障した場合は残った3機を全力運転させることで落ち込んだ推力を補うわ。予備が搭載できない代わりに推力を抑えて温存するのか。でもそれなら5機目を搭載してそれを予備にしたらいいのにな。それは難しいわ。なんでだ？デスティニーの総質量はおよそ480キロ。そのうちイオンエンジンの質量がおよそ64キロ。イオンエンジンの推進剤であるキセノンガスが60キロ。その他、いろいろ姿勢制御系、化学スラスター1機と燃料のヒドラジン、コンピューター、ラジエーターなどあるから、観測機器を搭載できる余裕は480キロのうち30キロしかないわ。余裕がほとんどないな。そこにイオンエンジンを1機追加すると15キロ前後のプラスになるから、観測機器を搭載する余裕が半分になってしまうわ。それは厳しいな。どこか削れるとこないのか？これでもだいぶ削ってるわ。イオンエンジンは初代ハヤブサの頃は61キロで、高出力化したハヤブサ2で66キロだったのに、デスティニーは4機同時運転を可能にするため電源を追加してるにもかかわらず2キロのダイエットに成功して64キロになってるし、太陽光パネルも新技術を導入してダイエットしているわ。パネルまでダイエットしてるのか。デスティニーに搭載されているのは薄膜太陽電池パドルといってね、発電能力を落とさずダイエットに成功したわ。そんなにたくさんの電気が必要なのか？イオンエンジンって電気をたくさん消費するもので、初代ハヤブサの場合3機同時稼働で 1140W、高出力化したハヤブサ2では 1250W、4機同時稼働になったデスティニーでは4機同時稼働で 1670W を消費するわ。結構な消費量なんだな。それに太陽から遠ざかると発電能力が下がってしまうし、経年劣化による発電能力の低下もあるから、デスティニーの場合は最大およそ 4700W の発電能力を持つわ。 4700W って地上で普通に暮らせるレベルだな。ハヤブサなんて3機同時稼働させると他に回せなくて、通信をするたびに1機止めてたくらい電力事情が切迫してたからね。それなら余計にパネルを搭載すればいいと思うけどな。そうすると重くなってロケットの打ち上げ能力を超えてしまうし、探査機自体が大きくなって大型化してしまうわ。だから薄型軽量でたくさん発電してくれる太陽光パネルが必要なのよ。そういうことか。これがどういう仕組みなのかっていうと、宇宙機における太陽電池の歴史は1958年にアメリカが打ち上げたヴァンガード1号から始まって、その時は一般が5センチのシリコン太陽電池を6枚貼って1ワットの電力を発電してたんだけど、変換効率はわずか 10% 程度だったわ。そこから何十年も技術開発が続いて変換効率を 17% まで上げることができたんだけど、そこが限界でね。というのも太陽からはいろんな波長のエネルギーが出てるわけだけど、シリコン太陽電池は単波長の光しか変換できないから、どんだけ改良を進めてもこれ以上の改良は難しかったわ。ちょっと待て、歴史から説明する必要あるのか？今いいところだから止めないで。おう。このシリコン太陽電池の変換効率を改善したのが多接合太陽電池というやつで、超絶簡単に言うと波長に合わせた極薄の素材を重ね貼りしたもので、日本では初代ハヤブサに搭載されて、その時の変換効率は 26% だったわ。 17% から一気に上がったな。そこからさらに改良が進んで、2016年に打ち上げられた実験探査衛星アラセでは 29.5% まで性能が上がってるわ。もう 30% 近いな。
変換効率は上がってきたけど、まだ解決できていないことがあるわ。何かあるのか？質量よ。宇宙に行くんだから重さなんて関係ないだろ。宇宙に行くまでは地上にあるんだし、ロケットで打ち上げる際に G がかかるから関係するわ。まあ確かに。これまでの多接合太陽電池は硬くて脆いから頑丈なアルミハニカムパネルの上に貼り付けていて、そのせいでいくら太陽電池が薄くてもパネル全体としては1センチ以上の厚みになってて、それを支えるためのフレームや展開機構も大きく重くならざるを得ずに、質量1キロあたりの発電量が50ワットくらいだったんだけど、新たに開発された薄膜太陽電池パドルは変換効率が 30% 以上になったばかりでなく、従来の3分の1程度の薄さと柔軟性を持ってて、従来の硬くて脆いという問題点を解決できたから、これまでの重く頑丈なアルミハニカムの代わりに軽くて柔軟な炭素繊維強化プラスチックにしたことで、これまでの1キロあたり50ワットから世界最高の100ワットにすることができたわ。世界最高ってマジかよ。当然いきなりできたわけじゃなくて、最初は2013年に打ち上げた惑星分光観測衛星ひさきにセルだけ貼り付けて実証試験をして、次は2016年に打ち上げた HTV 光の鳥6号機にパネルを設置してそこに貼り付けて実証して、次に2019年に打ち上げた小型実証衛星1号機に取り付けて実際に宇宙空間で展開させたりしたわ。これって実際の映像なのか？そうよ、実際に宇宙空間で展開した映像よ。へえ、初めて見たけど、こんな風にパネルを展開してるんだな。そして今回は実際に発電用としてデスティニーに搭載されるわ。いろいろと順序を踏んできたのか。さて、ここまで解説してて何か思ったことない？いや、全く何もないけどな。電力を大きく消費するイオンエンジン、大きな発電能力を持った太陽光パネル、それが合わさると大きな発熱を伴うわ。確かにそうだな。宇宙って放熱が難しいんだっけか？そうね、地上なら空冷なり水冷なりできるけど、宇宙では放射冷却だけだから太陽が当たらないところにラジエーターを設置しているんだけど、デスティニーでは液体を循環させて熱を回収してラジエーターまで運ぶ高効率なループヒートパイプを搭載するのと、回収した熱を放熱するために展開式ラジエーターを設置していて、このラジエーターは展開すると3倍の放熱面積を持つから大きな効果が望めるし、逆に機体を温めないといけない場合は収納してヒーターによる保温効果を高めるわ。宇宙で開いたり閉じたりするのか。これまでごちゃごちゃと解説してきたけど、デスティニーの実証は軌道とイオンエンジン、太陽光パネル、放熱制御の4つが主な実証内容ね。まあ、ダストアナライザーを使った高速接近技術もあるけど、そっちは次回で解説するわ。え、次回ってどういうことだ？あらかた紹介したんじゃないのか？何言ってんの？デスティニープラスのうち、今までデスティニーの部分だけしか解説してないから、次回はプラスの部分を解説していくわ。プラスの部分って何なんだ？次回はなぜ小惑星ファエトンを目指すのか、何を観測するのかなどを解説します。次回はできないかもしれないぜ。なんで？冒頭になんて言ってたか覚えてるか？皆さんこんにちは。そうじゃねえよ、ディズニープラスとかスペースマウンテンとか言ってただろ。千葉県の方から請求書が届いてるぜ。え？ちゃんと払っとけよ、夢の国で彷徨うことになるぜ。わー言うとりますが、お時間です。頑張って返せよ、達者でな。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。